はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきましょう。で、前回ですね、僕一応 S プラスになることができたんですが、ちょっとまたそれから負けちゃって S にね戻ったんですよねちょっとその S プラスになった時に服を手に入れたから、あのマッチョスーツね、これ最強スーツ、これ着たいと思います一応これでね、僕は S プラスになったよっていう証拠ができましたね。そして今日の動画はね、もちろん S プラスに返り咲きます。絶対に返り咲いてみせます。お、みんなルイージの帽子かぶってる。一人だけ違う帽子かぶってるね。仲間外れ仲間外れじゃん。キノピコ、キノピコじゃない、キノピオか。最近バトル用コースめっちゃ多いですよね。よし、それじゃあ早速やっていきましょう。これ取らないでいいかな、これ取った方がいい。どっち、1キャップはいらない。え、これ上ね。そしてこのボム兵を出して、次左に行けってか。オッケー、よし。今誰が一番だ、マリオか。よし、うおー、マジかよこれは難しいな。ジャンプジャンプ、オッケー。で、このまま走っていく。マリオ早っ。これなんかないね。よし、オッケー。これはこっち、どうなんのこれ。こうしてどうすればいいんだこれ。なるほど、ちょっと謎解きっぽいね。で、ボム兵を右まで連れていけばいいのね。難しい、結構時間がかかるコースですよねこれ。さあボム兵、早く行くんだ。よし、早く行ってくれそのまま右に、オッケー。待って、ボム兵いすぎじゃない、ちょっとボム兵いすぎ。ちょっと待って、通れない、マジ通れない、危ない危ない。おりゃよし、で、このまま上に行くったらダメだね、このまま。え、これどうやって行くの、これ走っていくんだきっと。こんな感じか。よし、みんなあのドッスンにやられるんじゃない、ねえ、やられてほしいな。あー、待って、またおー、危ない。オッケー、マリオ行ったね。よし、このまま渡っていくけど、なるほど、これ下に置いてドアにくぐると。そして、うお、ビビった。これでいい、大丈夫。よし、マリオは、マリオおらんくない、落ち着いていこう、落ち着いていこう。よし、マリオいるじゃん、マジかよ。よし、これ上でいいのかな、え、こっちでいいの。待ってくれマリオ。よし、これはいらない。うお、ちょっと待って、ちょっと待って、マリオ。よし、マリオくそ、絶対俺は勝って見せた、やったエスプラス返り咲きました。5100ぐらい欲しいね、余裕持って。そこまであったらなかなかもう S に落ちることはないのかな、ちょっとそれは分かんないですけど。もう5009とかさ、1回2回負けたらすぐ終わるじゃん。だからね、5100ぐらいまではせめてね、レート欲しいな。なんか S プラスになったらもう10ぐらいしか確か増えないでしょ。待って、これジャンプしたら罠、これね、ジャンプしたら罠ね、ジャンプしない方が早い。ほら見て見て、ほら見て、ジャンプしたら罠なんですよ、ジャンプいや、ここはジャンプしなきゃいけないけど。よし、オッケー。あんまりね、ジャンプしない方がいいね、このふわふわ、まあ、宇宙ステージっていうのかな、ここはあんまりジャンプしない方がいいと思ったけど。嘘、ここでカエルスーツとかあんの、いらないでしょ、多分いらないよね。これは、おお、ちょっと待ってくれ、マジかよ。カエルスーツ取っとけばよかった、カエルスーツがないと厳しいぞこれ。上行けないからね、上行けない。あ、いや、いったあー、ルイージ行ったんじゃない、大丈夫これ。よし、そっちから行こうね、ルイージ。あー、待って、一人で、ちょっと待って、それ終わりのパターンじゃん。なるほど、右に何もなかったのか、キノピコ。じゃあね、こっちに来るしかないよ、キノピコ。え、何やってんのキノピコ、早く来てね、早く来て、おいでおいで、キノピコ、みんな俺を上にやってくれ。そしたらキノピコを捕まえに行くから、絶対捕まえに行くから、みんな俺を上にやってくれ。で、ここでジャンプ、オッケー、キノピコ待て、よし、オッケー、来た。よし、待って、狙いが俺になってる、みんな狙いが俺になってる。よし、ここでジャンプするのは罠だぞ、ふわふわ浮くからね。よっしゃ
さて S プラスになったら、お、結構もらえるんだね。15ももらえる。最近めっちゃ調子がいいですね。みんなでバトル。さて次もバトル用コース、僕は緑ね、緑 OK で、上のメットがオンオフをしたらスタートか。で右、そしてこれは、これはどうすればいいの、こんな感じ。なるほど、3回倒せってこと。あのでかいクリボーをね、3回倒さなきゃいけないのね。よし、こういうの得意ですよ。よし、オッケー。1番かな。そして次は、よし、やっぱ1番じゃん。次は右、オッケー。これはどうすればいい。で、ジャンプ、え、これはこっちか。え、あ、上ね、全然 見えんかった。よし、で、ジャンプ、これ焦らんでいこう。うん、焦らんでいきましょう。で、このままこのバネを利用して早く行こうか。ジャンプ、これは左連打でいいか。よし、ゴリア。え、これ3回これ3回は長いよね。これ3回は長いよ。ちょっと制作者さん、ちょっと3回長いよね。まあそれでも僕は頑張りますけどね。で、これも左連打。やばい、左手が、左の親指がマジつる。こんな感じ待って、これカットした方がいいねえ。3回見るのしんどくない？みんな大丈夫？まだ鍵の音聞こえてないから大丈夫と思うんですけど、誰か1人ギブアップしたよね。こういうのは得意なんですよ。で、次ゴールね。オッケー。うお、待って、マリオ危ね。あー、マリオ待っててくれたね。よし、それじゃあ3連勝かな。なんか幸先いいね、Sプラスになってからも。この調子でどんどんいきますか。あのヨッシーの着ぐるみめっちゃ欲しい。どうやって手に入んの？絶対ピオキングのあの顔に合いそうなんですよ。よし、それじゃあ次のコースやっていきますか。今度は 3D ワールドのスキンね。まあ最初にこのね、ドアに入ると思うんですよ。 OK、 どっちだ、右ね。待って、ルイージ、よっしゃー。猫は取っておくべきだったな。これはちょっと戻ってでも猫取っておこう。多分猫取っておいた方が絶対いいと思う。猫マジ強いからね。猫マリオはですね、ぜひとも優先して取っておくべきだと僕は思うんです。ちょっと戻ってでもね、そんくらいぐらい猫マリオって速いし強いんですよ。攻撃力っていうかね、なんかシューってするやつあるじゃん。シューってシューってシュ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 うるさいけど、あれがほんと強いから、猫マリオはねぜひ取っておきたいっていうところで戻ったんですけど、ダメだったね。よし、これ落ち着いていこうね。多分落ちる、落ち着いていかな、落ちる、絶対落ちる。ここ争ってたらみんな落ちるから。あー、ちょっと待って、葉っぱ取りたいけど、よし、ここは諦めよう。で、これ葉っぱか。オッケー、来た、枯葉。で、これは右でいいか。よし、中間ポイント取ってんのか、よかった。全然よくねえ。それじゃあ今回これでラストバトルにしたいと思います。みんな強っ。あのヨタク強っ。6800？ 7000 とか近かったらもうめっちゃ強いよね。相当やり込んでると思うよ。何時間してんの？1000時間はしてるよね、1000時間はよし、それじゃあこれ下っぽいね。おお、みんなクリボーに当たってる。ヨタクは、ヨタク誰だったっけ。ヨタクルイージだったよね。待って、これアイテム取っていきたいけど、あぶねーと思ったけど、これアイテムか。アイテムじゃねえ全然アイテムじゃねえ。待って、ヨタクが来る、絶対ヨタク来る。ちょっと軽く急いでおこうね、軽く急いでおこう。よし、これファイヤーベイを取っていく。これで一回当たれるっていうことで、おー、あぶねー。ちょっと待って、ちょっと待って、ヨタク、ヨタク、ヨタクじゃない。いやー、ちょっとなんでなんでヒップドロップしたの。絶対もうゴールでしょ。ほらね、なんで今あそこでヒップドロップしたかな。焦りだね、焦り。それじゃあこれでみんなのバトルはここで終わりたいと思います。見事ね、動画の最初に S から S プラスになることができました。次ですね、みんなでバトルの動画を出すとき、ちょっと負け続けてまた S にならなきゃいいけど、
そうならないように気合い入れてね、勝ちに行きたいと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。